はい、皆様こんばんは。モーセ姫です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日は7月の4日土曜日、皆様どんな一日過ごされましたでしょうか。はい、今日も三択になりますが、お相手のお二人の状況、お相手の頭の中の気持ち、そして寝る前の気持ち、それをトータルでお伝えできればと思っております。左から青い車、こちらが1番、真ん中の赤い車、こちらが2番、そして一番右のシルバーの車、こちらが3番となっております。ルノルマンカードとオラクルカードはすでに出させていただいております。あなたが車から来る直感で色を選んでいただいてもいいですし、出しているカードから選んでいただいても大丈夫です。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、1番の青い車の方、お待たせしました。まずこちらのルノルマンカードを、はい、じゃあ開いていきたいと思います。2人の現状を聞いてみたいと思います。おお、ライダーと魚ですね。ライダーと魚、はい、今お二人はそうですね、なんかこう深い関係になったばっかりとか、そういう感じなのかな。あとは考えられるのが、まあ仕事つながり、そういうことも考えられるんですけれども、なんかこうお相手の方といるととても居心地がいい、なんかこのお魚さんが水の中で泳いでる時ってすごい気持ちよさそうですよね。そういう感じで、あなたもお相手様もお互いにとって非常に居心地のいい関係かなとまず感じました。もしそのキーワードが当てはまる方、よかったらこのまま聞いていただければと思います。じゃあお相手の気持ち、じゃあこちらのカード2枚開いていきたいと思います。そうですね、何かお相手様どうしたんだろうね。なんかちょっとこう寂しそうな、なんかあなたがこうとてもこう遠い人っていう風に感じているのかな。なんでだろう、なんかあなたのことはこうね、好きだからこそっていうのがあると思うんですけれども、この孤独感どうしたんでしょう。ちょっと頭の中はね、今なんか寂しいなと思ってるみたい。今日会えなかったのかな。じゃあちょっとね、心の中も一緒に見て行って、トータルでお気持ちお伝えしたいと思います。ポロンと出たので、これも一緒にじゃあ出していきたいと思います。はい、じゃあこれがね、お相手の気持ち。わー、すごいカードですね。なんかもう、なんだろう、このもう一度チャンス、なんでしょう、この愛情豊かな、もう心の中すごいですね、このお相手様。もうあなたのことでもう心いっぱいです。早く会って、もうあなたを腕の中に抱きたいというのは
わかった。わかった。しかし、この頭の中のね、うん、なんでこんなに寂しい思いをしているのかなっていう、ちょっとね、トータルでね、そうね。はい、なんかね、分かった気がします。まずこのね、ブルーのお相手様はもうあなたへのしっかりとした愛情がもうあるのは間違いないんですよ。もうね、こんなにね、いいカードがね、もうボンボンボーンって出てるので、もうあなたのことがもうね、言葉で言うとね、大好きっていう言葉になっちゃうんだけど、もうあなたのことが大切で大好き、もうそして情熱も感じて早く抱きしめたいしっていう、もうこの気持ちはね、もう間違いなくあるんですね。ただこう、あなたが案外忙しい方なのかなって思って、うん、どっちかっていうとこのお相手様のことももちろん大切にしてるんだけれども、例えば自分の友達とか家族とか自分の趣味とかね、あとはもうお仕事の子供を含めて、なんかこうね、そちらもおそらく頑張ってらっしゃる方かなと思うので、もっとね、このお相手様からすると、こう自分に構ってほしい。うん、なんかね、そういうところがね、あるみたいで、ね、今度いつ会えるんだろうとか、ね、こんなにね、私、僕はね、あなたに会いたいと思ってるのに、なんかこう、次の約束がまだなくって、あなたからのね、連絡が来なくって、もうなんか寂しいっていう、なんかちょっとね、しょぼーんってしてるような、そういう風なね、感じにね、見える。でもね、それはね、こう、あなたのことが大切で大好きすぎるから、で、なおかつ、あなたが忙しいっていうのもあるみたいなんですね。なので、そういう風な、ちょっと切なさがすごくこう、前面に出てるような気がするんですけれども、もう、もしこう、あなたがもう少しお相手様にね、時間を割けるようでしたら、それをね、してあげると、このお相手様は安心して、なんかこう、本当にそれこそ、ゆっくり眠れるんじゃないかなっていう感じがします。全然ね、こう恋愛に振り回されないっていうのも、私は素敵だと思うので、本当にそれはそれでね、いいと思います。ただこのお相手様、ちょっと寂しがり屋なのかなと、そういう傾向があるようなので、少しね、連絡をまめに入れてあげるとか、会う時間を少し増やしてあげるとか、そうすると、もうこの方はとってもハッピーになりそうな気がします。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。おやすみなさい。はい、じゃあ2番の赤の車の方、お待たせしました。じゃあお相手の方の、とのお二人の現状、はい、まずこちらのルノルマンカードで見ていきたいと思います。おー、家と山ですね。ん、何の障害なんだこれは。こう、あなたもしくはお相手のこう家族が何かこう反対をしているとか、なんか家族同士の、これはトラブルって言っていいのかな、なんかこうね、越えなければならないとてもとても大きな高い壁、そういったものがなんかあるのかな。お二人はおそらく仲睦まじいというか、こうラブラブな状態に見えるんだけれども、家同士なのかな。で、もしくは、あとはね、全然別のパターンで言うと、もうあなたとお相手様は結婚していますと。まあ、もしくは一緒に住んでいる。ただ、
こう今なんか家庭内別居とかね、なんかこう非常にこうもし一緒にいる方であればこううまくいっていない、ちょっとこう氷のようなこう関係性といえばいいのかな、そういったこう2つのパターンがまず今の現状として考えられるのかなっていうふうに思いました。じゃあちょっとねこちらからお相手の頭の中の気持ち、じゃあこちら見ていきたいと思います。リラックスとリーダーシップ、はい、これは一緒に住んでないですね。なんかすごくあなたといるとね癒されるし、なんかこうこの問題をなんかこう解決していくために頑張るっていう前向きな気持ち、それがねすごく出ていますね。すごくこうあなたのことを考えながら、なんでこんなに癒されるんだろう、落ち着くんだろうっていう、こう精神的な穏やかさ、それがすごく伝わってくるような気がします。じゃあ心の中、はい、じゃあ見ていきたいと思います。じゃあお待たせしました、お気持ち見ていきますね。わーすごい、やっぱ結婚出ましたね、すごいね。だってね一緒に住むところを探すっていうぐらいだからね、そして家族の問題っていうことだからやっぱ結婚だよね。わかるわかる、なるほど。はい、なんかねちょっとこういう風な分かりやすいカードが出ると本当にもうその通りって感じなんですけれども、はい、やっぱこうお二人の現状はこれはちょっと結婚反対されているのかなっていうところがねすごく感じられるかな。でもこのお相手様としてはこう全く諦めてなくって、こうあなたみたいな大切なねこれだけ穏やかで、ね、優しくて、そしてこう自分に合う女性、ね、男性もうごめんなさい男性もいるかもしれません、ね、こんな異性はいないっていうことでこの問題を解決するにあたってもう僕は私は頑張るみたいな、もうそういう、ね、力強さ感じていて、で心の中ではどうかっていうとまず、こう周りの人たちの協力をね得るためにいろいろねこう手をね回そうと思ってるみたいです。それが友達なのか、ね、あなたのご兄弟なのかご両親なのか、もうなんかこ う, もうとにかくまずはこう仲良くなってお話ししようみたいな、こうねそうい う, こう地道な努力、それもねすごくね見えます。そしてあなたとの家族、あなたの家族といわゆる自分の家族がこう無事にねこう仲直りというか本当いい具合で和解できるといいなっていうこと、それも、もうそれもとても心から思っていますし、やっぱり何と言ってもあなたと一緒になりたいから、あなたと結婚したいから、だからこそこのお相手様はこんなに頑張っているのかなと、もうむちゃくちゃ愛情伝わってきますよね。もうすっごく深い愛情です。もうあなたと必ず一緒になるんだ、もうね人生添い遂げるんだっていうそういう強い強い気持ち、そしてねあなたもこの気持ちに応える、応えるような形で一緒にね自分の家族だったり、ね、お相手の家族だったり
そういうところになんかね、足を運んで話をして説得をして、そういう形にうーなっていきそうな気がします。これだけ思い合ってるお二人、いい状況になるのではないでしょうか。特にね、この2週間ね、もう少し、まあ、2週間弱金星じゃなくて水星逆行が合ってるので、まだね続いてる状況なので、いわゆるこう家同士の仲直りとかそういうことも含めて、いい時期、全然修復ができる時期だと思います。ちょうどね来週末ぐらいまでかな、うん、水星逆行続いてます。ウェディング出ましたね。まあね、家のカードも出たからね、そういう可能性あるかなと思ったらやっぱり出ました。はい、これが2番の赤い車の方のお気持ちということで見させていただきました。最後まで見ていただきましてありがとうございます。おやすみなさい。はい、シルバーの車の方、お待たせしております。じゃあお相手との状況、まずこちらのルノルマンカードで、はい、じゃあ見ていきたいと思います。すごいですね、太陽と手紙。最近ようやくこう連絡が取れたりとかね、こう嬉しい知らせがあったりとか、あ、これ連絡だよね、うん、そういう気がするな、ね、こうようやくこう音信不通のあの人と連絡が取れたとかね、返事が来たとか、なんかねそういう状況にね思えますね。いやいや、太陽嬉しいですね。はい、じゃあちょっとね頭の中の気持ち、今回ね3枚出ましたので、じゃあこちらちょっと見ていきたいと思います。おお、なんかあなたのこととても考えてますね。うん、なんかこうすごいですよ、頭の中はあなただらけっていう感じで。ちょっと待ってくださいね。こうあなたとこう再び仲良くなるためには、なんかこうあなたを非常に観察したりしてるようにも思いますし、こう頭の中が本当ね、こうあなたとの幸せな思い出、それでねすごくこういっぱいな気がします。じゃあちょっとこちらのカードからも一緒に解説をさせてください。カードがポロンと、はい、じゃあこちらの3枚です。さ、ワオ、トゥルー、いやーすごーいトゥルーラブにウェディングリトリート、オーマイガー、すごいですね。いや、もうあなたのことは頭いっぱいですもんね。いやーすごーい、3番の方おめでとうございます。これは嬉しい復縁ですね。どう言えばいいのかな、やっぱこの復縁っていうのは これがいいのかもしれませんね。こうね、やっぱり別れた時は理由があったと思うんですね。でも復縁した時もこうやっぱり理由があったと思うんです。
それでこのお相手様は、私は今回この3番の方復縁と思ってるんだけれども、もうあなたとのもう ただ復縁をあなたとしたいとか、こうするために連絡をしたとか、あなたからの復縁の依頼のをいわゆる受け取ったっていうだけじゃなくて、このお相手様があなたといるとどれだけね、なんかこう希望に満ち溢れるか、楽しいか、どれだけ自分を勇気づけてくれたか、もうなんかね、そういったことがね、ありありと分かったと思うんですよ。で、だからこそこうあなたとは本当にこう、まあ、このねソウルメイトだったのかなっていう、こう同じ方向に歩いていこうねっていう、あの頭の気持ちもしっかり見えますし、もうあなたのことがもうあなたのことがもう頭でいっぱいなので、このね恋愛をどうしたらうまくいくんだろうっていうことをしっかり頭がパンパンになりながらも、あなたのことをすっごく考えていて、でもうそれでこれですよ、すごいね、もうね2人2人2人って感じで、もうトゥルーラブとウェディングとリトリート、このねリトリートっていうのも早く2人で過ごしたい、まだねもしかすると復縁して再会した人もいるかもしれないけど、もしかしたらお相手からこう連絡がねまだ来て会ってないっていう状態かもしれない。もしかしたらね、例えば今日会ったとか明日会うとか、そういう方いらっしゃるかもしれないけれども、もうお相手の気持ち、お相手の気持ち本物です。あーすごーい。まあこのね太陽ってね結婚っていう意味もあるしね、もう2人のご縁っていうのがこう、ね、ただの、まあ、友達とか恋人じゃなくて、ね、もしかしたらもう本当に、ね、前世から縁があった2人、それで、ね、何らかの理由で一旦別れてしまったかもしれない。でもやっぱりあなたのことが好きで、まあ、忘れられなくて、もしくはあなたの、ね、強い気持ち、そこを考えてみたときに、あ、やっぱりこれだけ大切な人はいないっていうことを思い直してくれたのか、どちらにせよもうすごいカードが出ました。もう真剣に深く愛されています、将来もしっかり考えてくれています。これがねえ、なんかすごいですね。もう寝る前、もうあなたとの結婚、あなたとの将来、もう考えまくり、妄想しまくりです。でももちろん妄想で終わらないですね。すごい。すごいと思います。はい、これが3番のお相手の方のお気持ちでした。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。おやすみなさい。